さあ、いよいよ始まりますこの一戦。好ゲーム必至の対決に、激闘の幕が開きました。ホームチーム、この作戦指示が功を奏するか。あと、これはドライブシュートか。ここで顔面ブロックだ。センターラインを越えて攻め込む。あと、これはドライブシュートか。あ、なんという身のこなし。ここは勝負を避けた。それを出します。ボールを狙うも届かない。ここはパスに切り替えた。あーと、ドリブルは見送る。ものともせず突き進む。破壊力抜群の突破だ。ブレンクの力を見ろ。これは10と5の超レース。お互いの長所を生かした最高のシュートだ。止めた。さすが若林君です。決めた、ブレイクさん。これもこの腕が折れようと、もう点はやらん。ものともせず突き進む。ボールを狙うも届かない。いけ、ダイレクトでパス。素早く横にかわす。このタックルは風に終わります。スライディングで止めた。それ、ここは勝負を避けた。ボールも決めた。ものともせず突き進む。シュートまで持ち込めるか。ワンタッチで送る。スライディングだ。鋭いスライディング。ここはパスを出した。センターラインを越えて攻め込む。これは全身のバネを用いた凄まじい回転力で決めた。渡辺君、横に踏んだ。横飛びで抑えた。それ、おっと、攻守交代だ。パスを出します。スライディングで止めた。パスを回す。前半までに15分が経過しました。いやからさらに白熱した展開が期待されます。展開が期待されます。ドリブルでボールを運ぶ。このタックルは不発に終わります。ブレイクの力を見ろ。このプレーは豪快、そして精密な2人の必殺シュートだ。横飛びで抑えた。止めた。決めた、ブレイクさん。よし、この調子なら勝てそうだな。ドリブルを見送る。それ、ブレイク君、ボールを奪うことができません。素早く横に倒す。パスを回す。これは見事な個人技だ。ものともせず突き進む。これは見事な個人技だ。怒りの発信だ。ナイスプレーだ。シュートに持っていく。これは足を交差させて蹴るトリックシュート。ここはとっさに顔面ブロック。ボールの勢いをうまく抑えた。翔太君、スライディングでカット。石崎君、パスを回す。ドリブルと見せかけてパス。これは狙いと垂直。これはただのファイヤーショットではないぞ。このシュートにハンドブロックだ。これはブロック失敗、ブロック失敗だ。アウェーチーム、これを得点に結びつけられるか。どちらが先に触れるか。それ、センタリングをものにできるか。これが若林源三だ。ダイレクトでパス。ブレイク君、破壊力抜群の突破だ。スライディングでカット。このスライディングが決まった。さあ、核はいいか。ブレイク君、必殺のシュート。ハッブレイク、シュート。ゴール正面でこのシュートを迎え撃つ。取った。食らいやがるね。また完璧な守り。決死のセーブでゴールを割らせない。鮮やかにゴールを決めました。チャンスがあれば狙っていこうぜ。それ、チャンスが決まった。ブレイク君、圧倒的
ティックパワーで吹き飛ばした。スライディングで止めた。素早く横にかわす。ここからチャンスを作れるか。それみんな行くぞ。ここでキャプテンにボールを託して勝利の一撃を狙う。ハイファイヤーだ。ここからシュートに持っていく。よく飛びで鋭く反応。サービスミに決まった。鮮やかに絶対に勝ってやる。負けはしない。それいやパスを出します。完全でかわした。横をすり抜けた。これは見事な個人技だ。ナイスプレーだ。これは10と5の超レース。お互いの長所を生かした最高のシュートだ。横飛びで抑えた。止めた。さすが若林君です。ブレイクゴール前に上げた。クロスに合わせに行く。あとこれを弾いた。さあ前半アディショナルタイム突入。できればいい流れで前半を終えたいところ。このスライディングが決まった。横っ飛びで鋭く反応。止めた。さすが若林君です。諦めちゃダメだ。ここからチャンスを作れるか。ボールを浮かせて抜いた。このスライディングが決まった。ブレイク君ゴールを狙う。このホームチーム出します。あとドリブルを見送る。スライディングで止めた。本チームここは戻りながらのディフェンス。それドリブルでボールを当てる。ブレイク君圧倒的みんな行くよ。吹き飛ばした。俺たちの力を見ろ。これは10と5の超連携。お互いの長所を生かした最高のシュートだ。見えた。止めた。さすが若林君です。決めたブレイクさん。諦めちゃダメだ。いや横にかわして突破。それカーブを出します。ここは抜かせません。横をすり抜けた。ここからカウンターを仕掛ける。完全にかわした。素早く横にかわす。ドリブルでボールを運ぶ。スライディングで止めた。ここはパスを出した。パスを出します。ブレイク君ここはパスを出した。あとこれはドライブシュートか。さすが若林キャッチ。ナイスセービングだ。ナイスセービングだ。若林君ダイレクトでパス。ボールダッシュ成功。ドライブシュートか。なめるな。弾きます。これが若林現状だ。ボールを持った素早くつなぎます。いけキャプテン水野くん。もうやった。止められない。まずいぞ。ハイスピードでかわす。ここからチャンスを作れるか。さあ簡単だ。石崎くんスライディングで確保。スライディングで止めた。ものともせず突き進む。ドリブルでボールを運ぶ。ボールを浮かせて抜いた。ナイスプレーだね。シュート体勢。あとまるで幻影のように相手を惑わすシュートだ。これは反応しているぞ。キーパー止められない。超距離砲でゴールを射抜いた。ほら気合入れていくぞ。それパスを回す。時計はすでに後半の15分を過ぎています。や激闘の決着まで残すところわずか。これは全身のバネを用いた凄まじい回転スピードだ。さあボールと真っ向勝負。このシュートを完璧にブロック。ダイレクトでパス。いけ横にかわして突破。いや止められない。
い、かわして振り切った。素早く横にかわす。ここはまずい。横をすり抜けた。パントキック、どこまで運べるか。ブレイク君、ここは抜かせません。そら、体にぶつかっていった。決めにかかるぞ。ここでキャプテンにボールを託して勝利の一撃を狙うか。ボールを浮かせ高く、ハイファイヤーだ。これはさらに威力を増すファイヤーショットか。若島さん、このシュートに反応している。止められてたまるか。負けはしない。それこのタックルは不発に終わります。これは見事な個人技だ。センターラインを越えて攻め込む。鮮やかな前転で突破。俺たちの力を見ろ。このプレーは豪快。そして中日の2人の必殺シュートだ。なんとか防いだ。止めた。さあ決めた。ブレイクさん、このまま突き放そう。いけ。スピードに乗ったドリブル。それ。センターラインを越えて攻め込む。ドリブルでボールを運ぶ。ほら、ボールを浮かせて抜いた。それ物ともせず突き進む。ここだ。ドライブシュートが、このボールに飛びついてゴール隅に突き刺さった。友達、渡しません。それ、ドリブルと見せかけてパス。アート、ドリブルを見送る。ボールを浮かせて抜いた。一気に行くよ。まさに一気加勢。ナイスプレーだ。果敢なプレーで勝負を決めにかかる。ボールを浮かせた。そしてここで全ての力を込めて強烈な一撃が吹き飛ばされた。強烈な後ろ回し蹴りが炸裂。ブレイク君、圧倒的パワーで吹き飛ばした。俺たちの力を見ろ。これは10と5の超連携。お互いの長所を生かした最高のシュートだ。これが若林現状だ。若林君、決めた。ブレイクさん、このまま突き放そう。いよいよ後半アディショナルタイム。何、両チーム最後の力を振り絞って走ります。ナイスプレーだ。これはドライブシュートか。このボールに立ちはだかる。ボールの勢いも止められない。これは見事にキャッチ。キャンプルで殺した。横をすり抜けた。これは見事な個人技だ。ボールを狙うも届かない。これです。順天で殺した。